ペシャルゲストを来ていただいたんで紹介したいと思います。Google でワカサギ釣りイルカ池と検索したらもう必ずと言っていいほどお父さんの名前がヒットすると思うぐらいの有名なワカサギ釣りの業界の中ではもう超有名な方に今日参加してもらうことになったんで皆さん拍手。もう親子でワカサギ釣りの方はねもう完全に制覇していただいてるんで、もう今は現役でね息子さんもやってみるんですけど父さんが育ったっていう方からかなり父さんのレベルはいいんじゃないかという感じになってますんで、一つバイクの方も乗るってことでね声掛けいただいて来てもらうことになりました。今日はなんかちょっといつもとは変わった雰囲気のねツーリングになるんじゃないかと思ってますんで、一つよろしくお願いします。また父さんちょっとあれやったらご挨拶簡単でいいですか。お願いします。いや今日は参加させてもらえてね非常に楽しみにしてました。まあ本当にそうだ、ねもうついてきますんでよろしくお願いします。ついてきますんでみんなおられまくらんよ。はい、よろしくお願いしますね。はい、ありがとうございます。で、あと続いてウッチ、ウッチも紹介します。ウッチもね、メンバーではないんですが最近ちょっと今研修中ということで最近参加してくれて、いずれはねウッチの方ももしかしたらチームヘタレの中に入るかなって。ただ残念なことにうちは10オーバーなんで、うちが入るとなったら当然自動的に一人出てまらないかっていうあれがあるんですけど、しげさん、はいはい、ね、出てもらわなかんで、その時は当人同士で話してもらってね、その揉め事を私一切関与しないんで、その辺のところお願いしますよ。あとバイクの腕前は関係ないんですよ。私の突然の無茶ぶりにいかにうまく答えれるか、ここで入団ができるかどうかっていうの決まるもんな。うち怖いわ。まだまだやね。ここでスパッと返せるようになるといいんですけど、その辺シャムさんはねスッと返せるから。やめてよ。シャムさん、はいはい、シャムさん、はい、ラムさん、シムさん、短い付き合いだったけどまあ元気でね。まあ最低でもこれぐらいの腕前をよろしくお願いします。それじゃあ安全運転で行くんで、熱中症には気をつけて、ちょっと少しでも体調不良を起こしたら、無線で声かけてもらって、すぐ休憩しながらぼちぼち行きますんで、よろしくお願いします。行ってきます。
で積極的なプールでね、一人でも行くっていうのは知らないんで、最近変わったでね、だから。これまあ共に日向じゃん。そのあと便所出てきて、あっちなもんだけじゃ買ってやったの。ものすげえ使っとるよ、俺これ釣り板って。これともう、そんなにかけて、別に俯瞰でもいいじゃん。髪がすごなくてすんだ。汗だくやもん。え、これがどこに売ってんすか。普通に来てる。ネット売っとる。もう何百円ですね。いや、別にこれじゃなくてもいいですもんね。かかるやん。これじゃまあだけどこの角度がいるでしょ。今回その角度を教えてよかったよ。その角度をちょっと後ろどういう角度やったら汚れるかっていう。これこっやろ。ここぐらいほらちゃ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 いいねいいね。浮かんでいいですかね。浮かんでよ。でも浮かんとでも確認取れるんですよね。いやでも大抵もう最初は慣れんかったけど、もうピンスポットで当てれるもんだから自分で分かるっすもんね。当たってたら当たってたら最初ただ一番最初当たった時は声出た。おおおおいって炭酸でやったらもっと気持ちいいんだよ。ジュワージュワーって電動もいいな。電動ね、TOTO とかも出てる。電動のやつはちっちゃい。でも強いよね、やっぱでもそれぐらいでないと蹴まる毛だもんで、ね、こうやってやりたいよね、こうやってやりたい。範囲を広げて、俺こうやってこうやって手でこうやってやりな、こうやって手で動かして、こうやっていかなきゃなんで思ったらここに入っとるここに入っとるのがすごいよね。あれでも抜け取るでかんか。ちょっと取れちゃってさ。なんで距離が離れたらもうつ。ここだなと思った。これさっき。ジミーさんまだ散々チェックしてる。みんなよ。ジミー温泉が冷たいでな。俺が気がついたんやよ。いやみんな知らんかもしれない。まあね。特にさ、しげさんなんて、まあいいじゃないですか。よく言いますよ、もう。まあいいじゃないですか。ちょっと、よかったね。まだこれからだもんね。まだまだ、これまだまだ半分来てない。やばいですね。もういかんとやばいじゃないですか。70ぐらい。え今日は。270キロ。いや、もっと走る。もっと走る。だって、千井ヶ原から白鳥まで200。
そう、これ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 。オーリング、うん、みんなこういうのはオーリング。あ、そうなんだ、うん、じゃあそっちもちょっと、っ、うん、そっちもちょっと掃除した方が、原因が単なるそれだとしたら、うん、ただオーリングがもう小さいかもしれんね、痩せちゃってね。そう、穴けネジが閉まってるから、違う、この枠に乗らなかった、ホームが内側だもんね、多分ダメ、中軸公園、マルケ公園、スピーカーだけ一つ押したら、これじゃ聞くことはできるけど、スピーカーだけだったら、いや、全然声とまずいでしょ。ちゃんと推薦なのね。いやー、これはちょっとまずいかもしれん。まあどの程度か。もう道がないでね。こうやってすぐ行くの。どうかしたる？うん、大丈夫。通行止めじゃなくて、この道中で通行止めだとなると最悪だね。これ戻っていくしかねえもんね。え、トレード途中から切れたよ。いや、これね、まあ、僕のやつはね、あのオンオフがあるんですわ。え、HID だもんで。あ、もう止まったついでに飯食うの腹減った。どうしよう。ああ、もう誰も来へんもん。ああ、もうここでも飯しましょう。まあそこそこ涼しいしね。ねえ、そこそこ涼しいし、もう時間に1時半だもん。それで3リッター？3リッターですわ。50キロぐらい。うん、走れんね。50はちょっと走れないですわ。寂しいね。ああ、ツーサイクルやでね、どうしても。トーモン食うんだ。さすが若いですね。いや、 やっぱカップラーメンそんなの新宿局長はもう今日からこのアイスクリーム屋さん氷屋さん、ちょっとアイスクリームが食えますよ。誰も聞いてない。あー、防寒だな。なんでやった。まさかアイスクリームが食えるなんて。カブさん、有料だよ。1本1000円。1本1000円。はい、ありがとうございます。ちょうどいいね。ちょうどいい。もう、お尻つけちゃって、お尻つけちゃって。ああ、早く。ああ、カブさん、お尻つけちゃって、お尻。
ちょっと待って、これ大西君の方がさっきこれガスケつくわ、これ蛍光管がないから入れたることができんで、廃屋だけど1リッターある、1リッターある、ま、混ぜるとまずいかな、いや、全然混ぜないね、いや、別にちょっとこれ買っておいてください、スタンドまで行ってくる、いや、スタンドまでもう間に合わん可能性があるんで、うん、あれがあの、いや、でも僕、コックから抜いて入れたろうと思って、落としとれ、富永さん1リッター分けたって、もうあれチャバチャバ行っとうての廃屋ね、これ通過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 して止まるか、船の通過して通過して行けるよ、行くわ、このまま、脱却しました。